こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。デザートストーマー、これはいいスタートを切りました。アンダーフット、この馬も好スタートを切りました。ホワイスザバイス、前に行きそうです。アインエリザベス、それに続いています。さらには TK2 番デザートストーマー、その後ろマリアーズストーム、後方に控えました。前に戻りましょう。デザートストーマー先手を取りました。その外からアンダーフット、その外にアインエリザベス、ホワイスザバイス、そのうちに続いています。その後ろにメルシーツイスト、ブルーミングプロモーション、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アンダーフット、2番手はホワイスザバイス、デザートストーマー、3番手カワチソレイユ、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はホワイスザバイス、ホワイスザバイス先頭、あと 200m、 ホワイスザバイス先頭だ。残り 100m、 ホワイスザバイス先頭、デザートストーマー迫る。ホワイスザバイス、ホワイスザバイス1着、2着にはどうやらデザートストーマー、勝ったのはホワイスザバイス、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハトゥース、これは遅れてしまいました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。シュアジュピター、前に行きそうです。行くのディクタス、それに続いています。さらにはサウスシェーバー、8番マウントキャップ、その後ろ後方に控えたのがマルターズウィッシュ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはシュアジュピター、行くのディクタス後位をキープ、その外からポシブリーパーフェクト、並んで9番ハトゥーフ、サウソシェーバー、この馬もこのグループ、すぐ隣にダリアズドリーマー、その横にセーヌブリザード、その外にフレンチキネマ、さらにはプレミアムベッド、並んで14番クイーンインコマンド。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。マウントキャップ先手を取りました。2番手に4番イクノディクタス、並んで9番ハトゥーフ、ポシブリーパーフェクト、この馬もこのグループシュアジュピター、そのうちに続いています。並んで7番サウソシェーバー、セーヌブリザード、そのうちに続いています。その外にフレンチキネマ、並んで6番ダリアズドリーマー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてマウントキャップ、ポシブリーパーフェクト、ほとんど差がありません。さあイクノディクタス、前を捕まえられるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はイクノディクタス、あと 200m、 後続を引き離すイクノディクタス、足色は衰えません。2番手はポシブリーパーフェクト、イクノディクタス今ゴールイン、段違いの強さです。イクノディクタス1着、2着はパトゥース、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オリエンタルティターン、これは好スタート。
綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオリエンタルティターン、花に立ちます。その後ろからはストリートトワイニング、この馬も上がっていく構えです。さらにはセイメモリー、13番ストレートタフネス、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのはオリエンタルティターン、ポットレコード、すぐ後ろ、その後ろにセイメモリー。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはオリエンタルティターン、その後ろにポットレコード、その外からフリートホリデー、ピンクの帽子ストレートタフネス、その後ろ好位置をキープしています。富士奇跡、内からはセイメモリー、サマーボール、そのうちに続いています。その隣にシングスピール、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として5番オリエンタルティターン、2番手は富士奇跡、これは絶好の手応え、ポットレコード3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わった富士奇跡、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 富士奇跡先頭、2番手はシングスピール、富士奇跡1着、富士奇跡完勝、富士奇跡1着、2着はシングスピール。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。富士奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。ワイルドゾーン前に行きそうです。アンダーワンダー、それに続いています。さらにはイエローイレブン、3番ポッドキャメロン、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはバレタ、ワイルドゾーン、そのうちに続いています。その外にイエローイレブン、ピンクの帽子サンセットシップ、その後ろ。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。さあ先頭はワイルドゾーン、2番手はグッドジャック、オートウィナー、3番手カワッチトリビュート、いい位置。果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ワイルドゾーン先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はグッドジャック、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 ワイルドゾーン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はカワチトリビュート、ワイルドゾーン1着、ワイルドゾーン1着、2着にはどうやらカワチトリビュート、勝ったのはワイルドゾーン、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはソウルオブザマタ、ルキャリエール、この馬も好スタートを切りました。マニックテキサス、前に行きそうです。ルキャリエール、それに続いています。さらにはソウルオブザマタ、14番スカーレットメドレー、その後ろレア&ゴー、後方に控えました。それでは先頭から先手を取ったのはマニックテキサス、並んで7番ルキャリエール。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。それでは先頭からマニックテキサス先手を取りました。すぐ後ろにルキャリエール、さらにはキャプテンシュペール、ピンクの帽子ボーンウルフ、その後ろソウルオブザマター、そのうちに続いています。合計2勢、いい位置です。
この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はマニックテキサス、まだ粘っています。ルキャリエール、ほとんど差がありません。ボーンウルフ3番手、合計2勢、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。最後の追い比べ、先頭はルキャリエール。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はソウルオブザバター。残り 100m、 合計2勢、抜けた。シックスデュー迫る。合計2勢、1着、2着にはどうやらシックスデュー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。合計2勢、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ヴィンテージクロック前に行きそうです。スパイタレント、それに続いています。さらにはファイティングミサイル、9番サンシャインユニーク、その後ろ後方に控えたのがタートルアイランド。それでは先頭から、先手を取ったのはルアー、並んで1番ヴィンテージクロック、スパイタレント、この馬もこのグループ向上面に入っていきました。前に戻りましょう。ルアー先手を取りました。その横にヴィンテージクロップ、すぐ後ろにアウトオブエナジー、バラシア、そのうちに続いています。並んで9番サンシャインユニーク、その外からファイティングミサイル、トロットサンダー、後ろから並んで5番アムールルーラ、マンハッタンモデル、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はルアー、ヴィンテージクロップ、ほとんど差がありません。バラシア3番手、大外からオレンジの帽子、トロットサンダー、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ルアー先頭、残り 200m、 ルアー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。トロットサンダー、トロットサンダー、もう一伸び。トロットサンダー、トロットサンダー、1着、2着にはどうやらルアー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。オーディン前に行きそうです。金豊王、それに続いています。さらには桜ハイスピード、14番ハイリーガル、その後ろモリユープリンス、後方からもう一度先頭から、先手を取ったのはオーディン、その外から桜ハイスピード、並んで10番金豊王、東証ナイル、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはハイリーガル、オーディン、すぐ後ろ、その後ろに桜ハイスピード、その隣に金豊王、走る将軍、それに続きます。青の帽子、東証ナイル、その後ろ、すぐ隣に親部エース、その横にグロリーチャート、後ろからの競馬になりました。ライブリマウント、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。マンジュデンカブト、すぐ後ろ、
並んで12番笹の小判、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はハイリーガル、ハイリーガル、さらにリードを広げました。2番手はオーディン、桜ハイスピード、3番手ライブリマウント、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭は金湯高尾、金湯高尾先頭、残り 200m、 金湯高尾先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ライブリマウント抜けた、ライブリマウントもう一伸び、ライブリマウント、ライブリマウント1着、2着にはどうやら金湯高尾、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはライブリマウント。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったウィルビーコスモス、ウィルビーコスモス先頭、2番手はランドジャガー、懸命に追いすがります。ウィルビーコスモス先頭、あと 200m、 ウィルビーコスモス先頭だ。残り 100m、 ウィルビーコスモス先頭、2番手はアイデンリーダー、ウィルビーコスモス1着、ウィルビーコスモス1着、2着にはどうやらライデンリーダー、見事に勝ちました。ウィルビーコスモス、ライデンリーダー2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはボディーガード、ノースフライト先頭、2番手はボディーガード、あと 200m、 ノースフライト先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はマリーゴッド、ノースフライト、ゴールイン、ノースフライト1着、2着にはどうやらノーブルハウス。まずは前哨戦を制しましたノースフライト、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の南の明かりゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはディッジラガー、綺麗なスタートを切りました。ヤマニングローバー前に行きそうです。続いていくのが成田ファンティ、内からはディーゼンシュラーク、アメリカンベーブすぐ後ろ、その外にディッジラガー、その外からネイハイシーザー、並んで13番カリブソング、
ノーブルゲラすぐ後ろ、その後ろにノーブルオーシャン並んで17番桜世界王、内からはゴールデンアワー、その外からホットメンバー並んで2番マイオジョンヌ、最後方に社交グレード白馬、鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。15番成田ファンキー、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、すぐ後ろにビワ早ヒデ、オフサイドトラップ後位をキープ、1000メートルを通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで先頭が変わりました。ビワ早ヒデ、2番手はオフサイドトラップ、これは絶好の手応え。成田ファンキー3番手、オフサイドトラップいい位置、安城のゴーサインに応えるか。ここで先頭はオフサイドトラップ、オフサイドトラップ先頭、2番手は岩早秀、懸命に追いすがります。やはりオフサイドトラップ先頭だ。残り 200m、 オフサイドトラップ先頭だ。残り 100m、 名牌シーザー抜けた。2番手はオフサイドトラップ、名牌シーザー1着、名牌シーザー完勝、名牌シーザー1着、2着はオフサイドトラップ、なんとびっくり、勝ったのは名牌シーザー。これには場内もどよめいています。